いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館の宮崎です。荻原です。弊社では新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインにのっとって営業実施しておりますが、お客様同士の接触を避けるためにも来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様のためにもウェブ商談システムというものもございますので、そちらも合わせてご利用ください。よろしくお願いします。はい、先日弊社新車館チャンネルでヤリスクロスのですね、あの黒もう筑波店に移動になった小林の方でですね、上げさせていただいて、まあ結構上げさせていただいている動画なんで、今回は車両の紹介っていうのはほとんどしません。で、じゃあ今回何やるんですかってことなんですけど、その筑波の動画でも上げさせていただいてたそのトヨタチームメイトっていう、はいはい、駐車のアシストしてくれますよっていうものがこの車なんとついております。なのでそちらを今回は荻原さんの方にですね実際使っていただいて、はい、あとはまあちょっと車両の感想っていうのをね聞いていこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回ですね、ご用意させていただいたグレード、チームメイトついてますよってことで、トヨタヤリスクロスのハイブリッド Z をご用意させていただいてます。で、なかなか見ない色ですよね、はい、そうですねただですね、実は数、通勤の時に1台この全く同じ色私見ました。うちのお客さんですかね。意外と実はいい色なんじゃないかとちょっと思っております。はい、はい、カタログで見るのとね、現物見ていただくの結構違ってくるんで、うんうん、これ数店の方に展示でございますので、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。はい、外観はぐるっと見てもらって、はい、もう何回も見ていただいたとは思うんですけどね。はい、改めてでもどうですか、外観とかは。このブルーだとやっぱり他のヤリスクロスの色と違うだけで印象が全く違って。そうですよね、白黒ばっかりなイメージなんで、はい、あとはなんか黒と金、ごめんなさい、屋根黒でボディ黄色の、はいはいはい、ツートンとかはに、探されてる方結構いましたけど、 あんまりこういう色は見られないかな。あとは、ね、ブルーのメタリック、本当に青い方、はいはい、が意外と人気かなってところなんで、これグレイッシュブルーっていうお色ですけど、グレーかかってるってことなんですね。そうですね、はい、なんか結構くすんでておしゃれなブルーかな。そう、結構現物見ると意外といい色だなって。そうですね、皆さん、家族のみんなが反応しております。はい、はい、ぐるっとですね、はい、見てもらいまして、見るとだいたい今パーキングはセンサーついてる車、はい、だいたい標準でついてる車多いんですけど、このヤリスクロスなんか端っこの方にポチポチが多いなと。ポチポチ後ろだけじゃなくて、はい、斜めとか、ね、そうですね、はい、ついてる前にもついてたんですけど、ちょっとよそのここですね、はい、後ろのタイヤのところとかにもしっかりついてるんで、うん、これがついてるとそのパーキングアシストっていうので、センサーはやっぱりあるんで、そのためですね、はいはい、ついております。で、後ろちょっとご紹介なんですけど、はい、今回このパワーバックドアついております、うん、これ標準なんですか。オプションです。オプションですね。オプションです。メーカーオプションついてるんですね、はい、メーカーオプションでついてるもので、大体この車実はついておりまして、はい、アダプティブハイビームシステム、はい、でアルファードとかにあってハイビーム当たるところだけ落としてくれるよっていうものもついてるんですけど、はいはいはい、ちょっとそれは説明しづらいんで、今回はちょっと割愛しますけど、はい、これパワーバックドアついてて、はい、であと左側ですね、見ていただけるとつくばの動画でも説明していたアクセサリーコンセント、こちらの位置についております。はい、なんでね、キャンプの時とかも使えるよって言ってたんですね。そうですね、荷室も広いので、はい、もう本当にキャンプ用品とかも積んじゃっても結構詰めますね。いけますね、下もみたいな、はい、で、実はですね、これパワーバックドアだけじゃなくて、はい、これですね、閉める時、開ける時どっちもですか。どっちも使えるはずです。で、なおかつここ
はい、これ左側 が、そう、あのただの開け閉めです。右側なんですか？右側、これ鍵かかってるんですけど、あの鍵とか、まあ、ドア全部閉まってる状態で最後ここを押すと、押し目でしょうか、これ今鍵は入ってるんで、もう、はい、あの鍵入ってるとこうやってダメですよってなって、はい、普通に1回閉めますね。1回閉めると、まあよく聞いた音ですよね、あのピーピーっていう、うん、でちょっとこの状態だとあれなんで鍵取ります。車内にあるんで鍵を取って、せっかくなんで足入れやってみます。はい、やってみます。これ位置とかありますか？真ん中下ぐらいに、はい、あのそのまま足入れて、結構さっさなんですよね。さっさ違う、うん、なかなか、お、開いた。さっさじゃない、ちょっとちょっとゆっくりめに見事成功ということで、はい、で先ほど言ってたこの鍵の方ですね、はい、鍵のマーク何かっていうと、この音。あれ、さっきとなんで音が違うんですか？違うのは閉まった後です。閉まったら鍵も閉めてくれる。あ、はい、パワーバックドア、まあ、閉めました。で鍵も最後閉めてくれるんで、まあ、予約ロック機能付きのパワーバックドアになってます。あ、でも他のドアが閉まってること前提ってことですよね。そうです。ここで全部を閉められるわけじゃないってことですか？はい、なんで他のドア、例えば2列目開いてましたってことと、はい、あのさっきみたいに、あのこれじゃダメですよ、あ、反応します、はいはいはい、なんであくまでも全部閉まってる状態で、はい、鍵も外にある状態じゃないと、あの、まあ、インロックになっちゃうんでね、あ、はい、ちゃんとそれはさ、あの判断してくれて、はい、閉めてくれます。なるほど、はい、これもまあオプションなんですけど、まあ、あのメーカーオプションの設定であるんですけど、これつけていただければ全部ついてきます。なるほど、はい、パワースあのパワーバックドアも予約ロック機能になります。へー、はい、で、あともう一個ですね、もうあとは中になるんで運転席の方ちょっと行ってみましょう。はい、今回やっていただきたいのがここにボタンがあるんですけど、はい、トヨタチームメイト、あの駐車するときにですね、ハンドルの操作だったりとか、はい、あのまあ、その起動っていうのは全部やってくれるんですけど、じゃあこれを押しただけで私はハンドルも触らなくていいってことですか？ハンドル触らずに、あのブレーキとあと画面に従って、はい、あのシフトの操作をしても、はい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 、画面にこうしてくださいって出るんで、はい、その操作だけをやってもらいます。はい、あのハンドルは全部勝手に動かしてくれますんで。あ、分かりました、はい、で、まあ、それを今回やっていただきます、はい、これもメーカーオプションですね、はい、トヨタチームメイトというものでついてきます。ちなみにおいくらぐらいなんですか？このこれがですね、そんなに高くないんですよ。へえ、すごい、時代は進化しておりますね。はい、これがですね、パナラマビューもついてきて、はい、なんとですね77,000円です。おお、はい、でパノラマビューだけっていうのもできるんですけど、はい、それは33,000円、へえ、なんでプラス44,000円でそれがついてくるんで、はいはい、まあ、つけるならこっちじゃないかなと。そうですね、思いますね、はい、はい、じゃあちょっと一旦準備させていただきます。はい、はい、今ちょっと乗り込んでエンジンかかってる状態です。はい、でまあ、ちょっと最初の位置から動かしてないんで一度押してみましょう。はい、ギャハさん、どうぞ。はい、これここですね、これ、はい、いいですね、はい、するとこれあのこうやって今右側に出てますけど、これ斜めになっちゃってるんで反応しないんですよ。はい、なんでちゃんとあの垂直だったりとか水平にしないと作動しません。はい、あ、はい、なんで先にちょっとまっすぐにしてみましょう。はい、後ろ下がるね、まあ、パノラマなんでね、あのだいぶ見やすいと思います、はい、電動パーキング、電動パーキングでも楽ちんですね、いろいろ楽ちんですね。そう、今の車本当すごいですよね。すごいですね、これは楽できちゃいます。で、止めずに前に出したままでいいってことですね。あ、ごめんなさい平行になっちゃって、平行じゃなくて垂直って何？垂直、あのこう90度みたいな感じ、角線だとしたらこっち、これでこのままバックできちゃうよとかそれはもう大丈夫ですで全開で向こうで、そん
ずっとついてるんで、あとカットしますね。はい。こうで、白線のそっち側、そっちに近づけてた、白線にかからないようにってこと、はい、そうですね。あれです、見せられるかな。こうで、ちょっと押してみましょう。うん、全く違うところになりますが、もう一回ですか、ね、もうちょっと右に寄せてですね。これぐらいで一旦もうちょっとまっすぐ下がりますか。いいですね。なにこれ、こっちの方がいいかな。とりあえずつきました。はい、はい、はい、まっすぐに今やってもらいました。ちょっと押してみますね。はい、なんで返してしまえる。あ、入れます。あ、バッグに入れないと。ちょっと入れます。パーキングブレーキがかかってない。あ、はい。で、こっちがいいんだよな。本当に入れなくなっちゃいます。この P 反対みたいなあれのマークなんですか。中列駐車だね、これ。むしろここに入れるのめっちゃ難しくね、こっから。ここから、あ、縦前から入れる。多分前から入れるだけだと思うんで、うん、もうちょっとだけ下がりますか。あれ、あ、います。はい、大丈夫か。はい、今ですね、まっすぐしてもらって、はい、で、このハンドルに P がついたマークですね、押していただくと、まあ、こうやって駐車できるスペースがある場合ですね、こうやって出してくれます。で、あとは画面に直接触っていただいて、こうやって駐車場、まあ、どこに止めるよっていうのを選択してもらって、これ開始って押すだけなんですよ。はい、ちょっと押してみますか。はい、スタートになりますよ。これは私はブレーキ踏んだままでいいんですか。ブレーキ踏んだままでいいです、今。で、ハンドルは触らないようにお願いします。シフトをドライブにしてください、はい、ってことなので、ドライブに入れていただいて、はい、すると発進するにはブレーキを離してください。離します、はい、前進します、うん、すごい、勝手にこうやってですね、かけてくれます。ブレーキを踏み、はい、シフトをリバースに、はい、発進するには交代します、はい、もう結構ギリギリ攻めますね。結構攻めますよ。まあ、ちょっと加速点の駐車場が狭いっていうのはありますけど、結構ぐる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 回るんで。いや、でも私がバフリングにしてください、アドバンス駐車するよりも早いかもしれない、はい、まあ、こうやってですね、駐車成功ということで、こうやってぐるっと 見回してくれるんで、びっくりです。すごい、これが最新装備。びっくりです。結構スイスイ行きましたね、はい、今ね。けど最初ですね、やっぱりまあちょっと設定するのに、うまく横につけないといけないとか、どうしてもそこは出ちゃうんですけど、そうですね、これはもうそれに合わせていちいちやっぱり動かして確認してっていうのがちょっと大変。そうですね、あとは確か駐車場3カ所まで設定できるはずなんで。どういうことですか。まあ、ここだったらここですよ、例えば一番向こう側だけ登録しますとか、はい、あとここ登録しました、はい、で、その登録した場所に持ってきます。で、近くにこうやって来てからやっていただけると、スムーズになると思います。あ、じゃあよく止める駐車場の場所を登録、その場所を登録しておけば、あ、まあ、ご自宅の駐車場位置とか、はいはい、ご家族で決まってる方とかもやっぱりいらっしゃると思うので、うん、やっていただければよりスムーズになるかなと思います、ね、そうですね、決まってるところだったら結構スムーズに止められるかもしれないですね、はい。で、あとはですね、今、まあ、加速点は、まあ、ちょっと降りてみ、うん、周り見てみましょうか、はい、
加速点はですね、白線が、まだまだ見える方なんで結構認識しやすかったのかなと思うんですけど、はい、周り見ていただいて、まだまだ白線が、残ってる方かなと思います、ちょっと消えかかっちゃってますけどね、はい、なんですけど、これ白線がないところでも OK ですし、縦列駐車も OK です、やってくれます。あ、そうなんですか、はい、白線がないところ、ないところ、どうやって判断されるんですか。その車の大きさやっぱり決まってるんで、その大きさに合わせて駐車できるスペースがあるかとか、そういうのを、カメラとかセンサーで検知してくれてなります。これも全部オートでやってくれた状態でこのいう風に止まってますね、なんで、ちょっと運転自信がないよっていう方でもね、特にですね、バックなんてなかなか後ろも見づらい車ではあるんで、やっぱりバックカメラだけだったりとかすると、なので、パノラマついて、なおかつこういうアシストもついてくるんで、かなり安心して運転までしていただけるかなと思います。はいはい、はい、こちらのヤリスクロスですね、この車自体は風の展示車として風の店舗に置いてありますので、実際見てきていただければと思います。でなおかつですね、このヤリスクロスハイブリッド Z で、お色とかボディー、ボディカラーとか、あとメーカーオプションですね、ちょっと限られてしまうんですけど、比較的ご納車早くご案内できるモデルがございますので、弊社ホームページ特選車ということで挙げさせていただいているモデルがありますので、ぜひですね、そちらも今お時間かかっている車なので、ぜひぜひお問い合わせいただければと思います。でその特選車なんですけど、弊社で有名な、特別低金利というものでご案内今しておりますので、特別な低金利ということで、小林の方もこんなことやってましたけど、はい、自分もちょっと笑っちゃったんですけど、あれは本当に特別な低金利でご案内しておりできるモデルですので、はい、ヤリスクロスで検討されてるって方はぜひですね、お問い合わせいただければと思います。カゾン店舗でもつくばでも止水の店舗でもどこの店舗でも取り扱いできるものですので、ぜひお問い合わせください。はい、で、この動画少しでもですね、いいなと思った方はぜひグッドボタンの方と、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、はい、今回ですね、トヨタのハイブリッド、ヤリスクロスハイブリッド Z のそのチームメイトアドバンスドパークっていうのを実際使ってみる動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。